東京都の松戸知事は政治資金などをめぐる一連の問題で都議会が不信任決議案を可決することが確実となったことを受けて自ら辞職する意向を固め午前中にも議長に対し辞職願いを提出することにしています。繰り返しお伝えします。東京都の松戸知事は政治資金などをめぐる一連の問題で都議会が不信任決議案を可決することが確実となったことを受けて自ら辞職する意向を固め午前中にも議長に対し辞職願いを提出することにしています。